溶けるように熱いので、怖い話でもいかがですか？皆さんこんばんは、スフィアリアです。今回はね、イミコア漫画というね、アプリを遊んでいきたいと思います。アプリのホラーゲームってね、初めてやるんだけど、ちょっとね、面白そうだったのでね、今回はこちらをね、読んでいきたいと思いますので、みんなでね、涼しくなっていきましょう。それではね、早速やっていきましょう。最新刊、ステージ1、第1巻、あ、なんか下の方にいっぱいあるな。第2巻、なんかこれ、ステージ飛んでんだけどどういうこと？あ、なるほど、これ、あれか、読んでいくとロックが解除されるパターンかな？というかね、思い出したわ。このね、イミコアのアプリって何個かね、種類があるんだよね。で、多分今回ダウンロードしたやつは全部まとまってるタイプのやつだね、これね。全然見ないでね、ダウンロードしちゃったわ。そしたらどうしようかな。第1巻からね、読むのが筋だと思うんだけど、まあステージ1って書いてあるのは最新巻なんで、まあ上から読んでいこうか。ね。では、このステージ1の避難所からね、読んでいきましょう。何の異変に気づいたのでしょうか。ある夏、地方で大きな地震があった。避難所の小学校で寝ることにしたが、人が溢れ騒がしく、人が多いこともあってか暑い。涼みに外に出ると、明かりのついていない建物を見つけた。そこはとても涼しく、静かなので、多くの人が横になっていた。これは閉めたとそこで寝ることにしたが、しばらくして異変に気がついた。俺は建物を飛び出した。あ、わかりました。わかりました、これ。これさ、まあ、あれでしょ？地震があったんでしょ？災害があって、で、避難所に来たんだけど、まあ、暑くて、まあ、いられないと。で、まあ、明かりのついていない建物に行ったら、そこに多くの人が横になってたんでしょ？で、これ、これ足だよな、これ。多分、災害で亡くなった人を、まあ、ね、やっぱり災害で、こう、供養ができないから、ね、空いている建物に並べてたんじゃない？これ。だから死体なんじゃねえか、これ。多分、多くの人が横になってたっていうのが、これが多分違和感。そうだよね。うん。近くの小学校は人で溢れてうるさいのに、その近くにある建物は静かすぎるのはおかしい。また、人がたくさんいるのに涼しいのにも違和感を感じる。このことから死体が多く横たわっていることがわかる。そうだよね。うん。そうだと思った。それに気づき飛び出したのであろう。それはね、びっくりするわね。おかしな箇所を指摘してください。トイレが汚いので、置くだけの洗浄剤を設置して、そのまま寝た。うん。次の日起きて、トイレでしょんべんした後に流したら、青色の水が、わーって。まあ俺もね、語彙力ないけどさ、わーって。ねえ、別に。ねえ、そんなあれじゃなくてもいいと思うけど。便器の中に流れていって、とても綺麗になった。いい匂いもするし、やっぱ買って正解だったかな。うんうん。え？どういうこと？なんかおかしいことある？洗浄剤を設置して、そのまんま寝たんでしょ？で、トイレでしょんべんして、流したら、青色の水が出てきたわけでしょ？あ、待って、これが顔みたいになってるとかそういうこと？あ、そういうこと？設置しただけでは朝起きた際に青色の水は流れないはず。2回目に流すときから青色の水は流れない。となると寝ている間に誰かが？そういうことか。あー。なるほどね。なんか一瞬俺顔に見えたからさ、なんか顔が映ってるのかと思ったらそういうわけじゃなかったのね。どうして3人は帰ってこなくなったのでしょうか。というか、
今日めちゃめちゃ風強いな。ね。今ね、台風来てるからね、ちょっと風が強いんだよね。三人組。三人はいつも一緒でした。家が近所で、学校も一緒、クラスも一緒。休み時間も帰ってから遊ぶのも一緒でした。そんなにさ、一緒すぎて疲れねえか。ねえ。なんかさ、自分の時間がないとさ、嫌になっちゃうと思うんだけど。ある日、近所の空き地で野球ごっこをして遊んでいると、野球ごっこって言うのかな？ねえ、キャッチボールかなんかでいいと思うけどね。すごくよく起こる雷おじさんの家にボールが飛んでいき、ガチャン！これはよくあるあるだよね。三人は、お前が行ってこいと言い合いになり大喧嘩。そして、おじさんが怒鳴り出てきて、三人はバラバラになってしまいました。その日から三人は、家にも帰ってこなくなりました。ん？どういうこと？これ問題通すともう一回見れる？あ、オッケーオッケー。三人が帰ってこなくなった理由か。まあ、理由って言うとさ、このボールが飛んでったところだけど多分、ねえ、大喧嘩かな？あ、違うの？え、何これ？放置少女か。なんか可愛いからさ、可愛いと思ったら放置少女なのね。そしたらなんだろうな。怒鳴り出てきて、家にも帰れなくなった理由ってさ、そんななんか、ねえ、そんな深い理由が書いてあるようには見えないんだけど、怒鳴り出てきて、これか、おじさんか？違うか。今さ、広告が出てきて、強制終了したわ。はい、ということで、これのね、理由がね、ちょっとわかんないんだけど、なんだろうな、怒鳴り出てきてってのかな？違うな。なんだろう？なんで帰ってこなくなったんだろう？このすごくよく起こる雷のおじさん？違うな。これマジでわかんない。なんだろう。なんで帰ってこなくなっちゃったんだこれ。ちょっとこれヒント見よっか。ヒント見ます。帰れない状態になった。わかったわかった。三人はバラバラになってしまいました。これか。これだ。わかったわかった。そういうことね。三人はバラバラになってしまいました。体をバラバラにされた、殺されてしまったため家に帰れなくなった。そういうことね。なるほどね。はい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 。そういうこともあるのか。ロープに何の餌をつけたのでしょうか。どういうわけか二人、川のことに、残されてしまった。助けが来るのを待つしかない。そのうち、助けが来るよな。しかし、助けは来ない。飢えが二人を襲う。あれからどれくらい経っただろうか。もうお腹が空いて仕方がない。助かる道は二つ。こいつを殺して、こいつを殺して食うか、どちらかが川に入り、魚を取ってくるしかない。俺は、魚を取る方法を選んだ。幸いロープがある。どちらにしても殺してんじゃん、これ。これさ、友達の肉を使ったんだろ、これ。いや、あのさ、まあ、広告がね、出るのはいいんだけどさ、強制終了するのだけマジでやめてくんねえかな。さっきね、会ってたんだけど、これね、回答。はい。で、語り手はロープを使ってもう一人を餌にして魚を取ろうとしている。こいつを殺して食うかと言っている時点で、もう一人はどうなっても良いのだろう。となると、魚を二人分取る苦労をするより、だったらもう一人を殺してしまって餌にして、魚を取った方が生き延びる可能性が高いと判断したのかもしれない。とはいえ、人を餌にした場合、どんなものが来るかわからないが、サメでも来たら一大事である。っていうかさ、ねえ、こいつでも殺して食うかって言ってんじゃん。確かね、
人が人を食う、カニバリズムってなんかね、あんまり良くないみたいな。なんかね、感染のね、なんかどうたらこうたらみたいなのをね、前に聞いたことがあるから、同族をね、食べるのは良くなかったような気がする。続いて、島津はどこに行ってしまったのでしょうか。友人の、飛田さん、飛田には、松岡という幼馴染がいる。松岡さんは、飛田が大好きだった。なんかさ、この時点で、ねえ、なんか、浮気かなんかありそう。ところが、それを知っている演劇部の、島津という女も飛田に気があった。島津と、島津の友達は、松岡さんをからかうために、文化祭で演じるシンデレラの役を島津に、王子の役を飛田に、抜粋してしまった。そのことを受け、松岡さんは泣いていた。ひどいよ。数日後、島津が行方不明になった。なんとその後、飛田と演劇部の連中に、松岡さんから食事の誘いがあったという。松岡さんがよく許してくれたな。いや、うまかったよ、あの肉。何の肉だよ。九州の豚だってさ。鹿児島さんかな。一瞬、背筋に寒気を感じた。またなんかこれさ、人の肉がなんか食ってんのか、これ。この部分かな？やっぱそうか。島津氏は、薩摩を、根拠地とする、大名家、つまり、松岡は、島津を切り刻んで、その肉を九州の豚と偽り、飛田や演劇部の連中に食べさせた。うわ、もうサイコパスだな。それにより、関係者全員に復讐したということだろう。ああ、はいはいはい、そういうことか。だからみんなに食わしたのか。それにしても、島津と飛田は、からっかいのためだけに勝手に抜粋され、このような悲劇が起きたのだから、ものすごいとばっちりを受けただけのような。確かにね、それはあるわ。なぜ、かなちゃんは死んだのでしょう。一人の、女の子がいた。性格は明るく、小学校では、たくさんの友達に囲まれていた。また、女の子は、大のおじいちゃん子で、おじいちゃんも女の子のことを本当に可愛がった。しかし、おじいちゃんは、今は入院しており、余命は長くなかった。医師がもう残りわずかの命であることを伝え、女の子は、両親に連れられ病院に行った。病室で女の子の両親は、おじいちゃんと話した後、医師の説明を受け病室を出て行った。病室には女の子とおじいちゃんの二人。女の子はおじいちゃんに学校のことや最近楽しかったことなどいろいろなことを話した。しかし途中で女の子は泣きながら、おじいちゃんいなくなるの？と聞いた。するとおじいちゃんは、おじいちゃんが死んだら お父さんとお母さんと一緒に悲しんでくれるかい？と言った。女の子は、うん、でも死んじゃ嫌だよ、とつぶやいた。その後、女の子は家に帰ることになり、その次の日、おじいちゃんは帰らぬ人となった。女の子はその日、ワンワン泣いた。おじいちゃん。今のタイミングで、って言っちゃまずいね。もう、雰囲気台無しにしちゃってね。ごめんなさい。はい。1ヶ月後、ある記事が新聞の隅に載った。一部抜粋すると、一家心中、動機は全くの不明。女の子の名前は、斉藤かなちゃん。ん？一家心中？ちょっと待って、これさ、問題って、かなちゃんが死んだ理由って、一家心中、え？ん？これって普通に一家心中ここでいいのか？違うよな。おかしくない？おかしいと思うんだけど。だってこれさ、お父さんお母さん、うん、一家心中、動機は全くの不明。
この子が死んだり、え？この子が死んだ理由だよね。なぜかなちゃんは死んだのでしょう。うん。死んだ理由か。この子も死んだ理由？おじいちゃんを追ってったとかそういうことか？本当にさ、このアプリ落ちまくってやばい。読んでんの面白いんだけどね、ちょっとね、もったいないね。で、かなちゃんの死んだ理由なんだけど、どういうことなんだろうな。おじいちゃんが死んだらお父さんとお母さんと一緒に悲しんで、あ、待って、これさ、おじいちゃんが死んだらお父さんとお母さんと一緒に悲しんでくれるかい？ここで、そういうことか。うまくね、説明できないけど、おじいちゃんの発言。おじいちゃんが死んだらお父さんとお母さんと一緒に悲しんでくれるかい？の、悲しんでくれるかいは、かな、死んでく、そっちか。そっちか。そんなね、勘違いするね、人はなかなかいないと思うけど、俺はさ、てっきりさ、なんか、ね、悲しんでくれるかいっていうのが、なんかみんなで死んでくれみたいな、そんな風に、この女の子が、勘違いして撮ったのかなって思ったんだけど、ちょっと違かったけどね、当たってよかった。素直な女の子は大好きなおじいちゃんとの約束を守り、後を追っていったのであろう。俺思うんだけどさ、なんか、後を追ったりとかっていうのってさ、なんかこう話には聞いたりするじゃん？でもさ、なんか、ねえ、やっぱり、なんて言うんだろう、リアルが充実してたりさ、夢がある人ってさ、ねえ、いくらさ、大好きな人が亡くなったりしてもさ、なんか自分のために一生懸命生きていこうって、ねえ、前向きになると思うんだけどね。ねえ、なんかこういう風にさ、後を追ってっちゃう人ってさ、なんか自分のさ、目標っていうかさ、やることないのかなっていう風に思っちゃうわ、なんか。違和感を感じる文章を指摘してください。廃旅館に肝試しに行った。地元では有名な心霊スポットだからか、落書きがひどい。こういうところはね、結構あるあるだよね。吉行参上。稽古は、俺のもの、その他。誰もいないことをいいことに、天井や、四つん這いになって床まで隅々と見た。その中に、かなり怖いものがあった。しし。なんか、いっぱい書いてあるけどさ、これは別になんか俺そんなね、怖いと思わないけどな。全部さ、漢字の詩とかだったらわかるけどさ、こんななんかね、カタカナの詩ばっか書かれててもね、みたいな。ね、なんか、デッドバイデイライトのさ、マークのちょっと書き忘れかな、みたいな。いうふうに思っちゃうんだけどね。おいこれ、この部屋やべえぞ。必要なまでに部屋を埋め尽くす赤い塗料で書かれた文字。天井にまで死。寒気がした。やばい感じがした。俺たちはすぐに廃旅館から逃げ出した。明るいところに出てから手のひらを見たら赤い文字で J と書いてあった。その瞬間俺は恐怖が絶頂に達した。ん？なんかこれ、名前って書いてあったっけ？これかな？ J って書いてあったってやつ。あ、違うの？ん？違和感を感じる文章を指摘してください。死って書いてあって、J って書いてあったんでしょ？ん？この死って書いてあるのが、ちょっと違和感あるのか？ J って書いてあるから。逆だったりする？そういうわけではないのか。ん？いや、俺さ、違和感があるって言ったらさ、そんなさ、気味が悪いのにさ、四つん這いとかさ、天井をさ、そんな見ることあるっていう風に思っちゃうんだけど、ここが俺気になるのよね。ああ、そう。頼むからさ、動画を撮ってる時だけは強制終了しないでくれ。頼む。手のひらに書いてあった赤い文字の J は死の裏文字。つまり四つん這いになった時に手のひらについたもの。あー、なるほど。血が乾いてないってことか。
手のひらについたということは、最近書かれたものと言える。すべてが最近書かれたものであれば、手のひらが真っ赤になってしまうだろうが、J という文字がはっきり分かったということは、その死という文字だけ最近書かれたもの。仮に仲間の中で面白がって、一文字加えていたとしたら、その仲間は怖いもの知らずと言えよう。これが幽霊の仕業だとしたら、一文字一文字、毎日増やしたりしている、律儀な幽霊だったりするのだろうか。それは面白い幽霊だな。したらね、時間がね、いいぐらいなので、まあね、強制終了してるからね、もしかしたら動画短いかもしれないんだけど、とりあえず、釣りで終わりにしよっか。矛盾している箇所を探してください。スナッフだな。スナッフフィルムって知ってる？娯楽用に流通させる目的で、実際の殺人の様子を撮影した映像作品を指す俗語のことだ。俺は昔見たことがある。飲み屋で知り合った男に見せてもらったのだ。男に招待してもらったのは、人里離れた山の中にポツンとあるロッジ。かなりわかりづらいところだったけど、俺は先に到着した。だけど、男はまだいなかった。マジかよ。騙されたのか、俺。と、後悔し始めた頃、男が現れた。すまんな。真ん中の子供が熱を出しちまって。子供が熱出しているのに、大丈夫ですか？大丈夫、大丈夫。そう言いながら、男は笑った。ビデオを見せてやる。そして、スナッフフィルムを見せてもらった。無残なビデオだった。もう下書きになっちゃってさ、やべえわ。興味本位で見たいって言ったことを後悔した。日本人の子供、10歳ぐらいかが、無残にも、最後まで見られなかった。俺は叫んだ。お前にも子供はいるんだろ。二人いるが、それがどうした？もうさ、この男のビデオなんじゃないの？だから。そういうことでしょ？これ。矛盾している箇所を探してください。ここだよな。これ。多分、下が違うっていうことは、多分、この熱を出したっていうんじゃなくて、殺してるんでしょ？男は、すまんな。真ん中の子供が熱を出しちまって。二人いるが、それがどうした？と言っている。二人しかいないのに真ん中の子供というのはおかしい。おそらく以前は一番目か三番目の子供が存在したが、そのどちらかを男は殺したのだろう。そうだよね。二人しかいない、まあ、三人子供がいてっていうのにはちょっと気がつかなかったけど、そういうことだよね。うん。いや、なかなか面白いな、これ。じゃあ、とりあえずね、今回ね、時間がいいぐらいなので、ね、この辺にしておきたいと思います。8月中はね、ホラーゲーム期間ということで、ホラーゲームばかりね、投稿しているので、まあ、せっかくね、最新巻、第1巻、第2巻ってあるので、まあ、次回ね、もしやることがあれば、第1巻、それから第2巻っていう感じで、まあ、読んでいこうかなと思います。はい、ということで、今回もね、最後までご視聴ありがとうございました。よければね、チャンネル登録、高評価、通知のオン、ツイッターのフォローなどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。